歌舞伎の頭掴んどる子がおるな。強いなこの子はな。歌舞伎頭掴まれとるね。珍しい。この子も大きなったな。この右の子、まあ、左の子も大きいですけどね。体の大きさだけで覚えれそうだな。プクちゃんに顔が似てるって言ってた子かな。この子もなんか面白い格好しとるな。体ボテっとしてかわいい。この子もさあ、歌舞伎のいる段ですね。右が歌舞伎とか、やっぱり黒い模様が多いな、この子はな。顎の下に黒いなんか模様出てきてる。男の子だったとしたら、でっかい男の子だな。楽しみですね、もし歌舞伎が男の子だったらね。右の子が上を向き始めましたね。棚の一番上に乗ってる子たち大きいな。そう反応してくれ。まだ指には真ん中の子、目黒くて大きくて、おお、パチッとね、目をパチパチッと、かわいい。ベッド使ってくれてる子はいますね。おっす、ベッド使ってくれてる子。この子ちょっとちっちゃいですね、この右のね子と比べると。あ、右の子なんか目のライン結構際立ってきたな。体まだそんな大きくないけど、この子と比べてもベッドの子ちょっとちっちゃいの。この子だいぶちっちゃい。ピントがなかなか合わんとこにおるな。あんたね、目をパチクリパチクリさせて。フチコさんいますね今日も。この子同じ子かな。前回のライブ配信でね、コップのフチコさんみたいなんで、フチコとね手すりにね乗るんですよ、こうやってフチに。この真ん中の子好きだな。ここ可愛いですね。上の段の子がね、黒い目、やっぱこの子黒い目しとるな。大きなこの子もな、歌舞伎の次ぐらいに大きいのかな。で、ペアでいる、ペア、まあ、たまたま隣同士なのかもですけどね、左の子もそれなりに大きい。で、下の子は、フチコさんみたいな格好してますけど、これまた別のフチコですね。で、なんか、斜め上を見上げてるような子が右に。お、なんかバタバタしだした。餌かなって思ったのかな、光照明焚いてね。ちょっと掃除前なんで汚れててすいませんね。朝起きた自然な状態をね残したかったのでね、掃除一回しちゃうともうみんなバタ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 して。ここはちょっとピントが合わせづらい場所ですね。ほら、どっかに合わせるとどっかが、おお、来た来た、一人来た。なんか一人手前に来たことで、なんかいい感じの中間ぐらいにピントがあって、なんとなく全員が映ってますね。この棚人気だな。歌舞伎が右端にいます。朝起きたすぐのね様子を撮影したいんで、掃除はできてません。皆さんすいません。なるべくね、うんちょっちょがね映らない、限界ギリギリのズームでね撮影してます。気にならない方はいいんですけどね、慣れてなくて気になる方はね、ちょっと朝から見たらね、おっとっとっと、今ちょっと一瞬何かが映りましたけどね。まあこれが自然状態、はい、アマガエル飼育、ペット飼育全てに共通すると思うんですけどね、ペット飼育したことある方は慣れてるかもっていう。
夜掃除してねっていうパターンなんでね、朝はどうしてもちょっと汚れてますね。大抵夜掃除して餌やりしておやすみなさいして、おベッドに乗ってるこの子な。歌舞伎はどこですか？歌舞伎は、あ、斜めに鉄格子みたいなのに歌舞伎おった。歌舞伎のね右にね、おっとまた映ったかな、映ったかな。歌舞伎をだから一匹ででかく映せないんですよね今ね。うんちょびがあるんだね、うんちょびがね、いっぱい食べとる証拠だなみんなな。おお、なんかこの子貫禄たっぷり。おっとっと、右に何かある、右に何かある。物理的に近づけるしかないですね。もうこれ以上ズームできんわ。三脚の首がふにゃふにゃになってきた。おはよう、あんたずっとこっち見てくれて。ご飯と思った？ご飯じゃないんだな。この子も大きい、右の子も。左の子もまあまあ大きい。育った育った。でもやっぱ、あー、もうここは無理だ。歌舞伎今日は映せ、一番大きく育ってると思われる歌舞伎。こう見ると今やっぱ歌舞伎が今のところ一番大きいですね。最後全体がギリギリ綺麗な。あ、降りてきた。ご飯じゃないよ、ごめんな。朝からねこうやって癒されてますね。近頃やっぱだるさがね、もうちょうど1週間以上経つのかな、まただるさ出る周期が来てるんでね、まあいいですね。今一番上のね右側の子、右側っていうか中央ぐらいの子、僕の方見てます。おっす、こっち見てくれて。ご飯と思ったのかな。ご飯もあげるけどな、もうちょっとあとな。夜とかあとライブ配信もできるしな、迷うな。スマホで撮影してもいいし、どうしよう、迷います。あら、下の下段の中央ぐらいの子はなんかカメラの方ちょこんと座って見てくれてる。かわいいな、子ガエルはかわいい。やっぱり大きくなってもねかわいいんですけど、子ガエルのかわいさっていうのがねあっていいですね。よしよしよし、これまだズームできるのかな。あ、まだズームできるんだ。まあまあ、でもこの辺で終わりましょうか。じゃあ皆さんありがとうございました。